はい、8月11日、ちょっと早いんですけども、3時15分にこのデイリーを見ています。はっきり言ってね、デイリー4時間、1時間と、形見えないんですよ。だから、見るのも相場になるのかなと思います。だいたいね、7割ぐらいは見ているだけで、何もすることがないのが FX なんですよね。私の力がないだけかもしれませんけども、でもね、よくそういうことを上級者の方からも言われるんですよ。7割ぐらいはやることがなくて、残りの3割にいろんなものが入ってるよと。その3割以外の7割の時っていうのは、大体ロスエントリーって言ってね、エントリーすればするほど損が出ちゃう。で、初心者の方はポジポジ病って言うんですけども、そういう時でもポジション取りしちゃうんで、含み損はね、たくさん抱えるんだって言われますね。私この初心をいつも忘れないようにしてるんですけども、今回デイリーね、この黄色いゾーンの下の方に展開するんじゃないかなってことぐらいはなんとなくぼんやりわかるんですよ。移動平均線見てもね。だん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 下がってますからね。この黄色いゾーンの上の方にあるのが移動平均線のほとんどなんですけども、この黄色い線の下の方には移動平均線ほとんど顔出してないですもんね。で、フォーメーションはちょっと何も見えてこないと。ダブルトップも、それからなんかね、トリプル天井も見えてこないっていうところですね。4時間足になりましたけども、左側のほら、2つのゾーンっていうのは、本当その通り、あれでしょ？レンジになってるでしょ？そのレンジをブレイクした後でトレンドが発生しましたよね。で、トレンドが発生した後、反転して、赤い陽線がドーンとね、一直線に上に突き上げた後、ちょっとね、105円の285から、106円の300あたりまでの、これもね、レンジを形成してるのかなぐらいですよね。もうちょっと上の方に行けばね、そこから下の方に104円の270までゴーンと落ちるようなね、そんな見え方もあったんですけども、現在フォーメーションは何も見えてきません。はい、1時間に入っていきますと、おそらく105円の325あたりで、そこを打ったのかなと思いますけども、ただ、はっきりと右肩上がりになっているかどうかといえば、なんとも言えません。黄色いゾーンがありますけども、このゾーンを、いとも簡単にね、下の方にかち割ってくることも、この形ならあり得ますんでね。ということでね、何も思いつかないんで、ぼーっと眺めているだけの、数時間だったんですよ。じゃもうちょっとね、このチャートの動きを見ていこうかなと思います。ウィークリーちょっと見てみましょうか。ウィークリーを見ると、やっぱり黄色い線に当たると、上の方に跳ねるわけですよね。マンスリー。上下の振れ幅はだんだんなくなってきてます。ということですね。眺めただけということでございます。でもこういう日もね、こういう時も結構ありますんでね。ああ、なんか見つかんないなーっていうふうに思えることも非常に大事なんじゃないかなと思います。いつも見えてるってことは、いつもの見えてる部分の見えてる部分の大半が勘違いということなんでしょうね、きっとね。はい、それでは今日はね、以上のだけの放送になります。ちょっとお手上げですね、今日のところは。で、FX の相場解説、ぜひね、FX 取り組まれてる方、やってみてください。何もやることがなくても、こういうふうにね、動画を上げるだけで2つの効果があります。1つはですね、FX の証券会社のね、広告がつくんですよ。で、収入になります。で、二つ目は、再生数ですよね。再生数が1でも2でも上がれば、その積み重ねが収入になっていきますから。で、毎日相場解説の動画撮ってると、それはなかなかの数になりますんでね。で、あと、プラスアルファですけども、動画の練習とかになりますんで、FX で最悪利益が出なくても、いろんなメリットがありますから、こうやってね、相場解説を動画で撮ってみてはいかがでしょうか。それでは、以上です。